ちゃこんにちは、ゆたかさん、はい、ね、寂しいですね、まあでもね、岡田監督、はい、お疲れ様でした。まずは言っておきますね。そうですよね、はい、まあ、冬のセミって、さだまさしさんの歌知ってる、はい、まあ、冬にね、うん、セミがなぜか帰ってしまったという、はい、まあ、時を間違えたみたいなね、うん、だからまあ岡田監督も言ってたけども、2位優勝だったら、そう、順番が順番がっつってたけど言ってます優勝2位で、それでこれでなぁ、退任っていうのは、まあでも体力的なものとか、はい、まあいろんなこと、まあ時代背景、ね、まあいろいろ考えるとね、まあまあ難しかったのかもわからないけども、はい、まあでも本当にね、やっぱ岡田野球というのを、はい、まあこの2年間、まあ堪能させてもらった、うん、ね、そうですね、楽しかったし、楽しかったです、でもやってる中身は大変だったと思う、はい、中身は、中の人たちは皆さんね、もう振り回されてるというジジイになんかそんな感じがしたけどもね。そうですね、まあ、矢野さんから引き継ぐ形で、あ、岡田監督が帰ってくるんだと、はい、ユニフォームを着てっていう、そうだね、それが、まあ、2年前、まあ、豊さんが、まあ、岡田監督戻ってくるっていうのを2年前に聞いた時っていうのは、まずどんなことをその時は思いましたか。はい、まあまあ緊張感は高まるだろうなと思ったけども、うん、挨拶に絶対行かなきゃいけないというふうに思っていったら、まあ張り詰めてたな、ピーンとなんか糸が張り詰めたように、はい、ヘッドに平田カツオに、はい、カツオとか言ってたらシーとか言われて、みたいな、今までの話とはもう全然雰囲気が違う、はい、で終わってきてくれて、いやもう緊張感あるねって、うん、あ、そう、まあ分かったわで、ごめんごめんみたいな話で、はい、まあ、その流れでゲーム終了後に岡田監督に挨拶行って、はいろいろ話を聞いたら、俺はルメールやぞと、うん、ね、競馬の騎手に例えて、はい、乗ったら優勝させると、うーん、いうようなことを心強いことを言っててね、はい、でやっぱずっと何でか知らんけど巨人を警戒してた、はい、うん、それは原監督だからかって聞いたら、いやそうじゃないと、うん、やっぱ戦力的に見てもあれで勝ってこないのはおかしいとか、はい、まあ、なんかいろいろ言ってたわ、うんうん、いや DeNA 力ありますよって、いや DeNA はまだ時間がかかるとか、いろいろね、やっぱりね、外から見てて分析してたね、よく、はい、そうでしたね、まあそれでもう無知入れることなく、まあ優勝したという、うん、そう、1年目はそうでした ねで、結構こんなこと言っていいのかって思うことが、うん、まあ、話題になるようなことも言いながらも、それがなんか茶化しに変わるというか、はい、なんか批判も相当してたけども、うん、まあ、勝ってるだけに好意的に取られるというね、はい、まあ、そういうので日本一になったと、うん、で電話したと、はい、出なかったと、うん、YouTube 出演お願いしたかったんだけど無視とスルーされてしまう、なんだこの野郎とか、ね、いや、それで次の年のキャンプ、はい、まあ、岡田監督が言ってたわ、いやこのままじゃダメなんだと、やっぱ新しい血がいる、そこです、ね、新しい刺激が絶対いるんだと、うん、だから野口だとか前川だとか小野寺選手、まあ、小野寺、はい、井上、はい、まあ、こういったあたりに力をこうね注ぎ込んでたけども、まあ、なかなかいい結果が生まれずに、うん、前川、井上が、まあ、ギリギリ、はい、まあ、新しい血として、うん、まあ、外国人の代わりにね、はい、まあ、働き出したんだけども、いやでもこれじゃ足りないんだと、うん、だからやっぱりね、競争がチームにないと、はい、これはやっぱり戦えなくなると、うん、だ誰でもそうだと、もう4番の次の候補とか、はい、大山を脅かす、里輝を脅かす、うん、まあ、こういった人間が出てこないと近本を脅かすと、じゃないとやっぱチームっていうのは危機感がなくなると、はい、で危機感がなくなったのは何でか分かる、やっぱね、優勝すると給料が上がるんだよ、はい、だからまあそこら辺での裕福感が出てくると、はい、やっぱ勝負では絶対ダメだって、うん、まあ、俺もその考え方なんだけども、それは常々言ってたな、まあ、うん、まあ、それで、まあ、裕福になった気持ちが、うん、やっぱ最初から戦うハングリー精神はないわな、まあ、そうなってしまいますね、うん、だからまあそこら辺を一生懸命こう締めようとか、うん、あ、いろいろしてたけども、まあ、一回緩んだ気持ちっていうのがね、はい、なかなか戻ってこなかった、うん、まあ、そこら辺が非常に監督としたら辛かったところかなという、そうですよね、うん、
まあ、初年度からまず岡田監督が来て、まあ、解説でいろんなことを言われてた、あの岡田監督が戻ってくる、阪神に来るってなって、初年度は、まあ、コンバートというか、もうあの、まあ、そうだな、はい、まずコンバートがありましたよね。まあ、守りを固めたいということで、はい、まあ、守りを重視する、うん、まあ、岡田監督曰くね、エラーはまあすると、はい、まあ、あると、うん、ただやっぱこう肝心なところのダブルプレーだとか、はい、肝心なところの守備だとか、うん、まあ、そういうところでやらなければ、うん、まあ、別にもう失敗は責めんよと、うん、まあ、言ってたけどね、うん、まあ、でもそれでもやっぱ多かったかな。多かったですね。あ、まあ、1年目はね、そのエラーがあったとしても、うん、負けに直結するケースが少なかったっていう、はい、まあ、それは緊張感だろうなというふうに思ったけども、はい、でもまあ今年の場合はちょっと違ったな。ちょっとそうです、多かったですね。それが直結になるっていうことも多かったな、うん、その初年度岡田監督が来て、昭和の監督、昭和の方で厳しいっていうイメージが選手の中にもあったので、非常にこう緊張感、何か張り詰めた中で試合をどんどんこなしていくとか。昭和の監督って昭和の選手まだ昭和が多いんだそうですね。なんか昭和のこう一番こう昭和っていう時の選手の代表の方で、やっぱりその解説でも非常にこう歯に着せぬというか、ズバッズバッと、まあ、ね、はい、おっしゃってたので、そういう監督が来るっていうこと でその阪神のバッター陣とかに、例えば打席でこの場面はどういうバッティングにするとか、場面場面でどうするとか、なんかそれを一からなんか注入してたのかなっていう、まあまあ、あのボールのね絞り方だとか、うん、はい、打席に入ってからの心構えだとか、まあ、そういうことはいろいろ話をしたみたいなんだけども、うん、まあ、ただそのバッティングの技術面に関して言えば、うん、はい、まあ、もう一人一人持っとるよと、うんうん、だから今岡コーチも言ってたけど、うん、いやいや、みんな持ってるんですと、はい、ただやっぱこう悩んだ時にはコーチ来てくれて、うん、まあ、話をすると。だからね、俺がキャンプの時でも近本と話したりとか、はい、サトテルと話したりとか、うん、まあ、シーズン中でもそうだけど、して岡田監督の横に行くと、うん、お前なんか変なこと言ってねえだろうなとか警戒はして、余計なこと警戒してた。いや、何も言ってませんよ。逆に僕が聞いてたぐらいで、うんうんうん、いや、だから今のバッティングっていうのはすごく参考になるし面白いし、うん、だから俺も考え方を変えていかなきゃいかんかなっていうようなことで聞いてたんですよって言ったら、うん、そうかとか言って、うん、それで近本が帰ってきた。近本なんか言われんかったかっておい、誰を信用してんだみたいな。もう岡田監督誰も信用してないでしょうね、うん、そうそう、まあまあ、そんなこともあったしね、うん、まあ、でも本当によくしてもらったかな俺はね、はい、うん、でも岡田監督が初年度来てフォアボールへの考え方、はいはい、フォアボール査定というのをなんか新たに作ったのが岡田監督で、そうだな、またピッチャーがフォアボールを出してはいけないっていうふうに改めて説いたのも岡田監督だったのかなっていう、まあ、忘れてたことを思い出させるという、はい、まあ、だからその、まあ、例えば流行がさ、うん、また回ってくるみたいな、はい、何年か周期で回ってくる、うん、だからやっぱこういうおじいちゃんが監督をやるっていうのも、うんうん、いいんですよ絶対。いや、俺はいいと思うよ。必要ですよね、うん、あの古きを知るということでね、はい、で、まあ、新しきは認めながらも、うん、だけどやっぱりそういうことを、あ、そうなんだ、で、新庄監督が盛んに動かす、はい、そういう時代もあったわけよ野球で、はい、だからこれも思い出して、うん、なんかみんなが、あ、動かしてもいいんだみたいな、うん、まあ、そういうことになる。まあ、岡田監督もやっぱ刺激として新聞記者を使いながら全選手に伝えるみたいな、うん、まあ、そういう野村方式みたいなね、うん、まあ、そういうことも取り入れてたし、はい、まあ、だから非常に味のあるね、うん、まあ、監督だったり、グッズも売れた岡田監督と、そうですね、 あれとかそうですよ、グッズでも貢献されてましたね、そらそうよとか、ほらほうよ、そうでしたね、そうそうとか、2年間だったけど、まあ、貢献度が高いよね、高いですよね。あとはその投手陣というところで、はい、特に中継ぎ後ろ、いやっていう、まあ、ただね、うん、1年目の時はすごく、はい、まあ、充実してたというか、ね、まだ使える選手ってのはたくさんいたと思うんだけども、うん、今年はやっぱり桐敷と石井しか、うん、ゲラと
岩崎っていうのは、まあ、後ろでね、はい、スタンバってるけど、中でフル回転したっていうのは石井と桐敷、うん、大変だっただろうなと思うよな。始まる前は本当にそのままごっそり2軍と入れ替えられる、いやもうローテーションが組めるんじゃないかって。そうそうそうです。だけど全くダメだったな。蓋開けてみたらそうでしたね。そう、まあ、だからそこら辺の辛さもあっただろうしな、うん、ただ1年目は本当一人必殺みたいな感じで、特に巨人との原監督との対決ではもうこのバッターにはこの一人だけ当てていくんだっていうのも見てて、ああなんかセリーグだからこその面白いなって、まあ、勝負どころの動かし方っていうのは本当にあの長けてた人だな、うん、そうでしたね、うん、だからただやっぱこうあまりにも愚痴が多かったな毎回、まあ、そうでした、ね、それはね、あのやっぱこれだけ負けが込んでくると、うん、負けが込むというか2位だからね、それでも2位です、まあ、いいんだけども、はい、まあ、クライマックスシリーズの時なんかまあ、あんなやられ方するとやっぱ愚痴が止まらないというかさ、はい、まあ立つ鳥後を濁さずっていうけど、うん、思いっきり濁して出てたな、ね、最後の最後までした、ね、やっぱね、まあ、体調がどうのこうのってあるかもわからないけども、うん、やっぱ岡田さんには最後ね、うん、あれだけのファンのそのなんていうの声援をもらってて、うんうん、あれだけの雰囲気の中で戦わせてもらったっていうことを考えるとさ、うん、言葉少なくてもいいからさ、一言でも、まあ、一言でもやっぱ最後の勇姿という意味ではね、はい、まあ、見たかったなっていうファンは多いのかなというふうには思う。そう、まあ、俺も何を言って、うん、退任していくのかっていうのは見たかったしね。そうですよね、うん、ただやっぱり前年度が優勝、今年セリーグそれでも2位、この成績で退任される監督ってあまりまあ、いない、いらっしゃらないので、ちょっと寂しいは寂しい、まあ、それは寂しいよ、ね、俺だって、うん、もう時代が終わっちゃったなって思うもんそうですよね、いやいや、お前が認めんの、お前擁護してくれないと。そうか、そうか、うん、でもあの一気に平均年齢がまた下がってしまって、まあ、そうだな、なんかちょっと寂しいなっていうのは、はいはい、まあ、それしょうがないな、ね、ありますよね、うん、まあ時代だからね。そうですね、うん、ただね、岡田監督本当に2年という短い期間ではありましたけれども、はい、阪神の若い選手たちが多い中でそこに注入したものっていうのは功績として多く、ね、まあ、後で分かるな多分な、うん、あの彼らは、うん、だから直接的には今現在は、うん、なんかホッとしてる人がたくさんいるかもわからないけども、もう言われなくて済む、やっぱりあのそれだけ異変があった人だから、はい、やっぱホッとしてるっていうのは、うん、普通に捉えるとそういうような言葉になるんだけども、うん、でも岡田監督の言葉とかいろんなぼやきだとか、はい、やっぱ指導者になっていく人たちも阪神の中ではね、はい、まあ、多いと思うけど、やっぱ分かる時が来るよ、うんうん、この前楽天で俺がヘッドコーチやってた時に、はい、まあ、後藤だとか渡辺とかコーチやってるわけよ、うん、DeNA、 あ、今楽天に、楽天にね、うんうん、でそうしたらに、お前俺の気持ち分かるかって言って、だからすいませんでした謝るわけそう、お前たちはやんちゃでな言うて、うん、まあ、いう話をしたんだけど、はい、すごくいい勉強したっていうことが、うん、後で分かると岡田監督の功績っていうのはね、そうです、まあ、2年間だったけどもこれからまた先にね根付いていって、うん、まあ、そういうものが伝統になってくるとね、まあ、いいかなっていうふうに思うけど、ね、そうですよね。でその岡田監督を引き継ぐのが、藤川新監督ということでね、はいはい、豊さん、藤川新監督にはどういうふうに、まあ、何回も話したことがあるけども、はい、まあ、理論的だよね、うんうん、まあ、理論的だし理路整然と、まあ、話をされる方で、はい、で言葉をすごく大事にするんで、うん、やっぱミーティングとかそういう心に響かせる、はい、そういう手法というものは、話術というものはやっぱ持ってる、はい、だからこれはやっぱ監督としての資質という意味ではすごく大事なこと、はい、うん、だけどピッチャー出身の監督って小山の大将エースでいる人だから、はい、やっぱ抑えのエースって、うん、だから末端まで気が回るかどうかっていう、うん、まあ、ここら辺はちょっと余計なおせっかいだけども、まあ、できるのかなっていうのは、うん、これは見てみないとわからないしね、はい、うん、だからおそらく高い水準でものを考えてると思うし、うん、はい、だからそれがうまく機能してくれるといいなっていうふうには思うけど、ね、そうですよね。やっぱ阪神ファンの方にとってみればやっぱりよりあの近い大エースというか後ろのエースっていう感じですし、あと選手たちにとっても例えばこう、あの藤川さんが次監督なんだっていう感じで、選手の意識っていうのはどう変わりそうですかね。野手は変わらないと思う。
野手は変わらない。うん、来たのみたいな来たの。いやいや、野手は野手はピッチャーでどれだけすごい人が来ても、うん、あんまりそんなピンとこないんだ。いやだって野手専門でやった人じゃないから。そうかそうか。いやだから何を言うんだろうっていうよりも、うん、それだったら守備コーチとかバッティングコーチに目が行くんだよ、はい、でもピッチャー陣はやっぱ違うと思う、うん、あ藤川さんだみたいな。なりますね。そんな感じだよやっぱ。そうなのか。やっぱ投手と野手でちょっとやっぱ違うんですね、うん、違う違う。でそれはもう近本だって中野に去って、うん、まあ森下もそうだけども大山里出るってやっぱ自分の世界観持ち合わせてるしっかりした人間たちだもんね、はい。まあ、そしたら誰が何言おうと、うん、やっぱこの道をやっぱこう突き詰めていかないとっていうことがあるんで、うん、野手の監督だったらあるかもなんだけど、うん、あんまりそんなにピッチャーの監督が来たからって右往左往することはない。ない、うん、いやただそあの藤川さんがあのこの監督に決まって SNS を全部もうやめたっていう、そう記事になってたんですよ。藤川さんが SNS やってたんですよ。例えばわかんない X とかインスタグラムなのかわかんないですけど、うん、あ YouTube も全部もう、まあ、まあそれはいいじゃん別に。そうだから、あそうか、覚悟というか。いや覚悟というか、うん、今度は自分から発信しなくても、うん、発信される方だからね。だからあえて自分からしないというだけで、うん、それでいいんじゃない。誰それが覚悟だと思うから。そんなもん当たり前の話でさ。いやだけどそれはうまく使うか使わないかって、うん、新庄監督はそこをうまく使ってファンにメッセージを送ったりだとか、うん、選手の心を掴んだりだとかしてる。だからまあ結局使い方だよね。だからやめたからって覚悟っていうのは、うん、俺はもう時代遅れだと思う。あとはその外野のヤジとか例えばそういうことをシャットダウンするっていうこともあるのかなっていう。まあまあそれはあるよね、うん、まあ、新庄監督が言ってたのね、うん、勝っても、うん、負けても、うん、どんな勝ち方しても、うん、ボロカス返ってくるやつがおる。いるんでしょうね。おる。まあだからシャットアウトしたいんだったらシャットアウトした方がいいし、うん、そんなことはもう気にしないっていうんだったら、うん、もうやればいいし別にね。そうかそうか。まあ人はね言うんだよ、うん、もうどうなったって味方もいれば敵もいるから、うん、だからもうしょうがないよ言ってくるの。まあそうですね。まあね、岡田監督の話から新しく引き継ぐちょっと藤川球児監督の話に移行しましたけれども、まあね、まあ新鮮にね、うん、新鮮な感じにはなるだろうけどもね、はい、だからまあどういう野球をやるのか、はい、まあ藤川球児、うん、ね、抑えのエース、もう抑えの9回しか出てこなかったピッチャーじゃない。そうですね、まあ、ほとんどはね、はい、そうなってくるとどんな野球になるのかなっていうのちょっと想像がつかないんだよね。だから後ろをどういう日の玉野球なんかついたってさ、日の玉野球わからないよね。日の玉、そうですね、日の玉ストッパーですもんね。そうですね、だからどういうふうな野球になるかっていうのはすごく楽しみにしたいよね。そうですよね。ということで次回の動画は新しいコーチ陣もどんどん見えてきました、はいはい、なので豊さんがその藤川、新監督の元の新しいコーチを見ながら一体どんな新しい阪神に生まれ変わっていくのかを、まあ、でもコーチを見たからってどんな野球になるかっていうのはなかなか難しいけどね、うん、まあ興味はあるな。そうですね、はい、次回の動画で、それを語っていきたいと思います、はい。